はい、どうも、ピーちゃんと申します。皆さん、プロスペースやっていますでしょうか？私、ついに、リアタイで打率6割に行きました。はい、ということで、ずっと言っていた、打率6割にようやく、足を踏み入れることができました。はい、でも、維持は正直できませんでした。はい、もう結論から言うと、もう本当片足突っ込んだぐらいで終わりました。でも、言ったことには変わりないということで、本当に嬉しかったです。言った時にはもうずっと、スマホの時代からリアタイをずっと始めて、スマホの時代は最高が4割7分、5厘で、でそっから、今年の6月に iPad Pro に変えて、まあ、打率がめちゃくちゃすぐバーンって上がったんですけど、それでも5割7分5厘、まあ本当1割ぐらいしか上がんなくて、どうしてもやっぱり、6割の壁というものを本当に感じておりました。やっぱ6割打つ人って、6割維持される人って本当にすごいんだなと思って、やっぱりレベル違うんだなって思ってたんですけど、ここ最近リアタイをやっていて、すごくバッティングが調子良かったんですよ。で、まあ、調子いい中リアタイをやってたら6割に、いけたので、ぜひそちら、動画撮ってるので、ぜひそちらを見ていただきましょうか。で、あとその前の、打率がちょっとずつ上がっていくとこも、スクショというか、写真通してあるので、まあ、そちらを流しつつ、6割に達成した試合をみんなに見てもらおうかなと思います。自分ですね、6割に達成した試合、そこで6割行くと思ってなかったので、その試合始まる前に、よし、この試合勝ったら6割だっていう意気込みでやってないんですよ、正直。本当にもう自分、6割に行けると思ってなかったので、で結局試合終わって、その次の試合で打率がバーンって表示されるじゃないですか。あそこで気づいたんですよ。はい、なので、まあ、そこまでテンション高く、よっしゃ、6割、これ打てば6割っていうテンションでやってないんですけど、終わってから、6割に行ったこと気づいて、まあ多分喜んでる自分がいると思うので、ぜひそちらを見ていただけたらなと思います。ということで、もう早速、どうぞ。あ、行くんか。一般人がいいな。一般人っつってもさ、3突やんと思って、原突コーチが3枚あったけん2枚使おうと思って、原突はいつもないっすよ。もうだけん、もうガシャ引かないかんちゃん。うわー、ナイスボー入んのか。一番は確実にやっぱルイ出てくれる人じゃないと。あ、いけたね。なんかビビってんだよな、あのフォーク。いたいた、えぐえぐ、気持ちいいな。気持ちいいね、本当に。先頭打者が出て、マギーさんが返すって、この1、2番ね。えぐ。そこら辺俺、よく分かってないけど。そういう人でもいっぱいおるけんね。東京代表。で、あと前回王者の。さあ、もう中島ホームランで決めちゃっていいよ。あー、惜しい。あー、マギーさんに取ってくれたよね。ここで大谷くん、これ人は見たし。入らんか、さすがにきついか。あ、でも終わったわ。よかった、こっち。おはようございます。あ、6割いった。
すいません、ちょっとスクショしました。申し訳ない。初6アリアン、嬉しい。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、まあ最近調子が良くてね、5割超えて、5割8分とか5割7分を維持できてたんですよ。で、まあ最後の試合結構打てることができて6割いったんですけど、やっぱね、6割、いいっすね。はい、ということで、これからはね、6割を維持できるように、もっともっとリアタイやって、9世目指して、もう6割はもう達成することができたんで、もう自分7割なんか言いません。もう7割なんか、まあ鼻からね、諦めるのはどうかと思うんですけど、もうほんと次元違うんで、もう自分は、6割という夢を達成することができたので、次は、9世目指して頑張っていきます。皆さん応援ぜひお願いします。ということで、皆さんも一緒にリアタイやって、打率上げていきましょう。ということで、次回の生放送や動画でお会いしましょう。ということで、本当に皆さん応援ありがとうございました。 T ちゃんでした。おつぴ。